マニュアル。ああ、もう一回だ。それにしても朝から家畜たちが騒がしいな。バラケン、ワちゃん、おはよう。おはよう。なんだか外が騒がしいね。おはめ、何かあったのかな。わからないけど、朝ごはんの時間だからな。ちょっと様子を見に行ってみよう。そうだね。ついでに水やりもしちゃうよ。それじゃあ水でもあげるとしますか。こうやって蛇口をひねって、回収するよ。って、あれ？オイラたちの。ウタさんがいなくなってるね。本当だ。一体なんでなのだ。ケースはちゃんと閉まってたみたいだけど、もしかして家畜泥棒の仕業かな。それに血痕が落ちてるみたいだね。ということは獣か何かに襲われて連れて行かれちゃったのかもしれないな。そんな、私たちの豚ちゃんが。豚さんがいなくなっちゃったってことは、もしかしたら他の家畜たちも危ないんじゃないのかな。何か対策を練った方がいいかもしれないね。そうだな。確かチェストの中にフェンスがあったはずだから。開け、ポッピー。あったぞ、多くのフェンス。よし、バナクマちゃん。こいつを使ってフェンスを高くして、簡単に入られないようにしよう。そうだね。フェンスが高くなれば、他の動物とかは入れないもんね。それじゃあ、この辺から高くしていくよ。これだけ高かったら、狼も手は出せないよね。でも、狼が出せば手じゃなくて口か。これだけ高いフェンスにしとけば、狼ももう神々できないね。これを思いついたカッシー君神。もしかしたら野生のクマかもしれないよね。だけどこれでもうクマったことにはならないのだ。二人ともそんなに面白くないよ。それ言わんといて。完成したね。これで何物も入ってくることはできないのだ。なんてナイスなフェンスなんだ。いたね。よし、それじゃあ家畜たちに餌をあげよう。マーちゃんは畑仕事をお願いします。マレー、よーし、餌あげてくよ。ん、なんだ、外がやけに騒がしいな。バナケン、マーちゃん、オッケー。もう一体こんな夜中にどうしたの。まだ眠たいのだ。耳を澄ませよ。外で家畜たちが泣いてるんだ。わー、本当だ。それになんだか異常な鳴き方なのだ。テンションが上がって合唱会でもしてるのかな。そんな状況ではないでしょう。違うか。もしかしたらまた家畜泥棒が来たのかもしれないよ。じゃあちょっと見に行ってみようよ。家畜泥棒を捕まえたり。って、あれ、羊さんがいなくなってる。それにまた血痕が落ちてるのだ。そんなバカな。高いフェンスだから家畜小屋には入れないはずなのに。でも今騒ぎ出したばっかりってことは、犯人はそう遠くは行ってないはずだよね。てむむ、今のは人？なんかいたね。こっちに気づいて逃げていったみたいだけど。ということは羊を捕まえた人かな。今すぐ追っていこうよ。いやいや、だけど夜の森は危険だから今追いかけるのは危ないよ。だけど一体どうやってこの鉄壁の家畜小屋に入れたんだろう。こんなに高いフェンスだから誰も入れないはずなのに。どこの誰が一体どんな方法で入ったのかもわからないけど、確かこういう時は。あったぞ、監視カメラ。こいつを家畜小屋につけて警備を強化しようよ。そうだね、これがあればどうやって入ったかも丸わかりだね。絶対に犯人を捕まえてやるぞ。監視カメラはこの辺でいいかな。うんうん、そこだとバッチリ見えそうなのだ。だけどもっとしっかり牛さんたちの方も確認できるようにこの辺にもつけておくのだ。わあ、バッチリいい感じだね。さっきの犯人らしき人影は森の方に逃げていったから、森の方の様子も見れるようにここにもつけておこう。うんうん、これならもう犯人の姿をバッチリ捉えられるよ。これで私たちの家畜さんを守るのだ。よし、それじゃあ今日はもう遅いし寝るとしますか。そうだね。これで安心して寝れるのだ。おやすみおやすみおやすみ。ん？もう朝？って、まだ薄暗いのに、ニワトリさん起こすのが早いよって、動物たちが騒いでる。バラケン、マーちゃん、起きて。おはねー。おはねー。一体どうしたの？って、なんだか動物声が騒がしいね。まさかと思うけど、何かあったのかな？ちょっと、見に行ってみるよ。って、わー！ニワトリさんがいなくなっちゃってる。やられた。また同じ犯人なのかな。え、だけど今までと違って血痕が落ちてないのだ。もしかしてニワトリさんは小さいからそのまま連れ去られたのかな。その可能性は高いかもしれないな。そうだ、夜中につけた監視カメラ、これを使って何があったか確認してみよう。そうだね、
きっと何か映ってるはずだよ。それに犯人の顔もしっかり見ておくのだ。どれどれ、これは夜明け前の映像だ。わあ、まだニワ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 鳥がいるみたいだね。そうだな、ファンだったか。だけど特に変わった様子はなさそうだな。カメラを切り替えてみよう。森の奥も特に異常はないねって、なんか出てきたよ。こっちに向かってきてるのだ。一体これは何？わからないけど、どうやら家畜小屋の方に向かってるみたいだ。わー、超ジャンプ力高いじゃん。鶏小屋に入っていっちゃったのだって。あ、鶏さんが捕まっちゃった。僕たちは一体何をやってるんだ、こんな一大事に。でも鶏さんを捕まえて逃げていったよ。で、何やの可愛い物体、おいらだった。僕たちの気配に気づいて逃げていったのか。手遅れじゃないの。あと少しだったのに。で、今の化け物は何だったの。緑色だったけど、ゾンビでもクリーパーでもなかったのだ。薄暗くてあまりよく見えなかったけど、動物にも見えなかったの。家畜を襲う化け物、怖いって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。一体何なのかは分からないけど、何かしらの対策をしないと、うちさんまでさらわれちゃうよ。だけど、あんな高いフェンスまで飛び越えちゃうんだし、一体どうしたらいいのだ。いやいや、侵入経路さえ分かれば大丈夫だよ。家畜小屋に屋根をつければいいんだ。なるほど、それなら上から飛び越えられても入ってくることはできないのだ。だね、確かチェストの中にあったぞ、レンガブロック。これを家畜小屋の屋根につけて牛さんを守るんだ。よし、早速屋根をつけに行くよ。今度こそ絶対入られないような最強の家畜小屋にしちゃうのだ。よし、つけてくよ。って、なんだか外動きにくいね。もう嫌ね。って、バナン君、そのダジャレめちゃくちゃうまいのだ。気づいた？牛さんと屋根にかけてみたんだけど。親父ギャグじゃないの。そうだ、二人が作ってくれてる間に化け物が近づいた時に分かるようなトラップをつけておこう。あったぞ、レーザーブロックにレッドストーン、それに音符ブロック。よし、あとはこれをこんな感じに。うわ、間違えたけどごまかそうと思ったのにバレちゃった。おっと、こいつは計算外だ。だけど大丈夫です。こんな感じで、こんな感じでなんとかレーザーを設置しておけば。よしよし、ちょっとぐちゃぐちゃだけどいいぞいいぞ。ごめんね。トラップができてることには変わりないのだ。でもこれが一体どんなトラップになるんだろう。このレーザーブロックのレーザーはレッドストーンに反応するようにできてるから、こんな感じでセットしていきまして、よしよし、なんだかんだといい感じに囲めたんじゃないのかな。そうだね、赤外線がつくだけですごく立派に見えるね。オイラの失敗もなかったことになったみたいだよ。なってはないのだ。なってないか。それでこれからどうするの。あとはここにレッドストーンダストをこんな感じでつないでいきまして、すべてのレーザーブロックにつなげていきまして、家の裏を通ってベッドの近くまで回路をつないでいくぞ。あとはこんな感じで音符ブロックに回路をつないでいけば、よし、できたぞ。これで赤外線に触れると音が鳴る仕組みになってるんだよ。何やってるの、二人ともそんなところで。ついてきてないと思ったら回路ぐちゃぐちゃにしちゃってさ。どうなってるの。何かここの回路が美しくなくてね、オイラのこだわりってやつ。いや、もうベースが全部ぐちゃぐちゃだからね、そこだけこだわってもしょうがないんじゃないの。何言ってるの、カッシュ君。男には譲れない時があるのさ。っていうか、ぐちゃぐちゃになったのもレーザーのせいさ。いや、それはバナナのせいなのだ。まあ小さいことは気にせずに朝ごはんにしようよ。で、これで音が鳴ればすぐに犯人を捕まえることができるし、襲われることもないでしょう。あのフェンスの前に置いたレンガブロック何だったの。ゲートを閉めるつもりがひっついちゃったのさ。マイクラ初心者あるあるだね。ごちそうさまでした。あー、美味しかったね。ていうか、もう夜になっちゃったけど、あのトラップを仕掛けてから一度も音は鳴らなかったね。もしかしたら牛さんは大きいから狙わないのかもしれないね。それはあるかもしれないな。あの化け物もそんなに大きくはなかったもんな。それじゃあこれで安心できたし、寝ることにしますか。そうだね、おやすみ。おやすみ。え、ん？今の音ってもしかして間違いない。僕たちの歪なセキュリティ家畜小屋が何かに反応してる。バナ君、マーちゃん大変だよ。こうしちゃいられないね。今すぐ捕まえに行くのだ。いや、待って、二人とも。もうどうしたの。逃げられちゃうのだ。相手は得体の知れない化け物だよ。準備していかないと。とにかく武器を持って。ああ、
バラオくんの分の武器ないから、バラオくん、そうね。よし、これで犯人を捕まえるよ。あとは万が一のために、あったぞ。チューのスプラッシュポーション、こいつを持っていこう。よし、これで準備は万端だね。早速犯人を捕まえに行くよ。逃げられる前に急ぐのだ。なんじゃいよ。フェンス越しに化け物が何かをやってるぞ。一体何やってるの。なんだか変な音も聞こえるのだ。逃げてったね。一体さっきの牛さんたちに何してたの。本当誰かさんが間違えてブロックを置いたせいで中に入りにくくなっちゃったね。だけど変わった様子はあるのかなって。牛さんの近くに血痕が落ちてるのだ。無事だったからよかったけど、もしかしてあの化け物は牛さんの血を吸っていたのかもしれない。なるほど、だからあの時変な音というかチューチューって聞こえてたんだね。確かに、まるでシェイクを飲んでるような音聞こえてたよね。それはズコーンズコーンな。いや、それはわーちゃん思いっきり吸いすぎじゃないの。そうだったのか。それよりあれは一体何なんだろう。血を吸ってたってことは吸血鬼とか。いや、もしかしたらあれはチュパカブラかもしれないよ。何それ。動物や人間の血を吸う未確認生命体ユーマだよ。チュッパチャップスか。なんだか美味しそうな名前なのだ。うんうん、ペロペロ美味しいってなんでやね。ちょっと違ったか。待って、動物や人間の血を吸うって言ってたよね。そんなの人まで襲われちゃう前に何とかしないとまずいんじゃないの。それじゃあちょっと美味しそうな名前の化け物が暴れる前にオイラたちが捕まえないと危ないんじゃないの。だね。だけど一体チュパカブラはどこに逃げたんだろう。あたりに何か手がかりがないか探してみようよ。そうだね、こっちの方に逃げていっていたような気がするけど、何か手がかりって、わー、ここに血痕が落ちてるよ。それもこっちの方に続いていってるのだ。ということはつまりこの血痕をたどっていけば奴の住処にたどり着くはずだよ。急いで行こう。こっちの方だよねって。確かこの先は村だったはず。大変だ、村人さんたちが襲われてるかもしれないよ。早く助けに行かないとって。ちょっと待ってよ、この血痕なんだかこっちの方に続いていってる気がするんだけど。それにここ獣道になってるみたいだね。ということはおそらくチュパカブラはこの先にいるはずだ。気をつけていこう。そうだね、暗くて怖いな。一体どこまでこの血痕は続いてるんだろう。どんどん奥地に続いていってるみたいだけど、この先に一体何があるんだろう。あれ、カシカ、早く。間違いない、あいつは。では、逃げてたよ。どうやら洞窟の中に行ったみたいだな。それなら今すぐ追いかけないと。てん、これって私たちのお家の家畜たちなのだ。すごく弱ってるけど、どうやら息をしてるみたいだね。大丈夫か、コケコッコ。ブーブー、ブーブー、今すぐ助けてやるからな。わあ、元気になったみたいだね。スプラッシュポーション持ってきててよかったのだ。てん、あんなところに豚枕がいるよ。豚枕じゃなくてチュパカブラな。ここで逃がすわけにはいかないぞ。おい、逃げてったよ。おうんだ、よし、追いかけて追いかけて、血の果てまで追いかけちゃうよ。バラオケ、捕まえて。よし、釣りだめ。フィッシュ、フィッシュ。全然引っかかってないのだ。なかなかすばしこいね。チュパカブラを釣りたい。バラオケ、頑張れ頑張れ。待て、ダメだ、全然効いてくれない。うわ、行き止まりだ。うわ、こっち逃げた。詰めたぞ、ここで倒すんだ。袋だらけだ。痛い、わお、よくできました。無事に倒せたみたいだね。大切な家畜さんたちの敵も取れたのだ。なんで逃げるのかと思ったら、あれだな、結構弱かったからなんだな。そうだね。まあでも、これだけチュパカブラに無茶苦茶な攻撃を食らわせたら、もう襲ってくることはないでしょう。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくね。ツイッターとインスタグラムもあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。